皆さんこんにちは。神奈川県議会議員の中谷一馬です。本日は次世代の皆さんへのメッセージということでお話をさせていただきます。私自身がそもそも政治の世界を志したきっかけ、それはですね、今の政治に対して大変不平不満を持っておりました。今の政治家全く期待してない、今の政治なんて何言っても変わんない、僕自身もそのように思っていた若者の一人でした。しかし口ばっかり動かしている自分自身にもだんだんと嫌気がさしてしました。だからこそ自分自身が手を動かして足を運ぶことで今の政治を変えていきたい、そう決心をして22歳の時、僕もまずインターンシップとして、政治家の事務所を取り組ませていただいて、そこから26歳の時、民主党で初めて公認をもらって、初挑戦をさせていただいて、27歳の時に神奈川県議会議員として当選をさせていただいて、今現在30歳となりましたが、この皆さんと共にこの次の時代を作っていく、その夢を一つ一つ実現をできる立場に押し上げていただくことができました。その中でまず皆さんにお訴えをさせていただきたいこと、それは今のこの20年後30年後この未来を僕たちはどのようにして作っていくか、そういったことだと思います。現在皆さん日本の財政状況、これがどのようなものになっているのかご存知でいらっしゃいますでしょうか。現在日本は地方債を合わせまして約1200兆円の莫大な借金がこの国にはあるわけでございますが、国民一人頭に換算をいたしますと、赤ちゃんがおぎゃーと生まれた瞬間に一人頭約900万円の借金を背負っていかなければならない、そうした現状が今の日本の財政状況です。そうした中で45年後、2060年、私は75歳となっているわけでありますが、財務省の諮問会議でこれもすでに示されている統計でありますが、なんと借金は今の約7倍から8倍の8100兆円まで膨れ上がるという試算がすでに出ておりまして、総務省の統計では2060年にはなんと人口は4000万人減となっていて、8700万人になることが予測をされていることから、国民1人当たりの借金はなんと1億円、この1億円という数字はもう数学上成り立っているだけであって、もう国家システムとしては完全に破綻をしてしまっている、そうした現状があるわけであります。そうした中で私たちはこういった現状を踏まえて次の時代、これをどのようにして作っていかなければならないのか、現在この世代間の格差というのは大きく叫ばれています。自転車商業的にまさにこの近視眼的な政策ばかりが今の政治の世界では動いているわけでありますが、教育だったり若者の雇用、その将来を育てていくような政策、これに対しての施策の予算、こういったものは全く割かれていない、こうしたもののルール整備というのは非常に甘い現状があると僕自身は捉えています。僕自身ももともとベンチャー企業の経営者の出身ということで、やはりこの将来を育てていくような政治、これはやはり私たち一人一人が考えていかなければなりません。その中で皆さんと共にまさに考えていきたいというテーマでありますが、この国は民主主義であります。 51% 以上の人間がこの方向に進めていこうということで進めていけば、国の政策は動いていきますし変わっていきます。その中でやはり私たち若者の声、こうしたものがやはり届きづらい現状があるのではないかと僕自身が捉えています。だからこそみんなで、この次世代を作るみんなで今の政治、生活を変えていって、そして20年後、30年後、まさに僕たちのまた次の世代、子供たち、孫たちの世代に向けて次のバトンをより良いものに渡せるように、私たちがしっかりと日本の明日について考え、皆様の生活を明るく豊かなものに、しかもそれが継続的にサスティナブルに、未来永劫平和で そういった日本を作っていけるような時代を、他のどの世代がそのなそうとしてもできなかった、そういった時代を僕たちの時代から作っていきたい、そうした思いを持って活動しています。ここにいるみんなは私との思い共有していただける方が多いんじゃないかなと思っています。ぜひみんなで力を合わせていい時代作っていきましょう。ありがとうございました。